から今のあなたはこんなにも。ケビン、あなたは自分の骨をうずめる場所を探している。否定はしない。絶望的な勝利もまた勝利だ。何らかの方法で全ての律者を捕らえているのなら、なぜ私だけ見逃してくれたんですか。四季の律者のコアは今でも私の体内に存在しています。あなたはそのことを知っているはずです。理由など存在しない。何せ君は君だ。確かに私は私です。例えばあなたに会いにここまで来たのは、不和として肯定したかったからです。木を追う我の宿願を果たし、あなたはこれから人々を率いて崩壊に打ち勝つ。それについては不和として認めざるを得ません。不和としてか。なるほど。私がただの不和なら何事ももっと簡単だったでしょう。君のせいではない。ケビン、かつてあなたは私の戦友でした。戦場では私が最も尊敬するリーダー。理念が違ってもあなたの反対側に立つ勇気など私にはありません。そのことは認めます。昔スーがこんな言葉を教えてくれました。死に際が終焉の降臨ではなかったことがケビンにとって最大の遺憾なんだ。あの頃は単にメイ博士のことを指しているのかと思っていました。しかし今日になってその遺憾が他に何を意味するのか、やっとすべて理解できました。あなたは勝利者になったその瞬間、救世の命を背負う自身もその手で殺すつもりなのでしょう。君ならわかっているはずだ。僕たちは勝たなければならない。フワ、メイはかつて火種計画を君に託した。復帰とジョカが命を落としたことで火種計画は僕たちにとって失敗したも同然になった。再び旅立った箱舟も数千年後に連絡が途絶えた。だから僕は一度
その時点で成婚計画を実行しようとした。新人類の人口が数億を超えた程度で、律者の誕生前なら比較的小さな代償で使命を果たせる。だが君も知っているように、スーが僕を止めた。数億人の犠牲より彼は。スーは豪奢計画にかけて、定められた終焉が訪れるまでに善を尽くせる方法を見つけようとしたんだ。彼の望みが叶っていればいいんだが。クワ、今が成婚計画を成就させる最後のチャンスなんだ。12人の決められた律者が降臨した今、比較的大きな代償でより大勢の生存者を残す。しかし、スーが彼の答えを見つけられたのなら、君の火種はまだ消えてはいない。むしろそれは今から燃え上がり、歴史が背負う罪を全て洗い流すはずだ。だからこそ、フカ、友か敵か選べ。残念に思う必要なんてないわ、私の旧友。今は外と連絡が取れず、あなたの計画も的外れになってしまったのに。